どうも、流星です。今回ですね、ヤソップを使っていこうと思います。前回がね、レイリー使ったんで、やっぱジャスト続きでしょってことで、ヤソップ使っていきたいなって思います。で、メダルに関しては、気絶が 70% 短縮ですね。はい。のと、防御力が 42% で吹き飛ばしたら、スキル1が短縮。やはりダッシュ負荷っすよね。ロジャーやっぱり今でもたくさんいるんで、そこに対してダッシュ負荷をつけていきたいなって思ってます。はい。ってことで、タグとしては最悪の世代をメインとした新世界野戦挑戦パラミシアアタッカーって感じです。で、ウラーキング連れていこうと思います。まあ、あんまり使うつもりはないんですけど、メダルおかしい。まあまあ、後から直していこう。うん。はい、ということで、ヤソップ、たくさんジャスト取るぜ！レッツゴー！1試合目、お願いします。1試合目に関しては、後付けで解説していきたいなって感じです。で、ニカちゃんが C 旗行ってるんで、まあ、しゃあなしここを貯めようかなって感じです。で、ヤソップは自分の立ち回りとしては、旗を貯めるというよりは、ダッシュ負荷をどんどんつけていくっていう立ち回りしていくことが多いです。なんで、他の人から見たら、変な立ち回りと思うかもしれませんけど、自分の中ではダッシュ負荷をつけることを最優先にしてるんで、うん、こんな立ち回りになってます。はい。とにかくね、ロジャーをね、止めたいよなーっていうイメージで。んで、97% 以上は、ダッシュ負荷がいらないんで、通常で削りながら、当たるところね。で、これ当たったんで、もうまあいいかなーって感じです。で、ニカちゃんがバジュラン来るかなーって、一旦そこジャスト取って、ロジャーとかにもね、当たったらよかったんですけど、当たらなかったって感じです。で、ニックを一旦回収し、なんで、カウンター構えたんで、あ、もう任せろって言って、ね、ジャスト取りたかったんですけど、このニカちゃんが、なんか、なんていうのね、ぼっと臭いっていうか、なんでしょうね、この動きがちょっと全然わからないんですけどね、ジャスト取らせてくれるんで、ようやくね、はい、これで KO していくと、怖いよね、怖いよね、ありがとうって、何のありがとうなんでしょうね。で、一旦こっちに取ることを目的として、はい。で、ニカちゃんのところに、まあまあ何枚か行くんかなって思ってるんで、そこをジャスト取っていきたいなって感じです。ルフィもね、97% 以上ダッシュ負荷つかないんで、まあ、通常で削りながらって感じで、で、結構ね、キドロが削ってくれてるんで、ありがたいなと思いつつ、モネちゃんが来たんで邪魔ならない程度に旗離れてます。で、これ当たるんかいというね、ちょっとびっくりしましたね。さすがにびっくりしましたけど、ルフィ倒してくれたんで、じゃあ裏行ってるのがゾロかなと思ったんでね、やられてるキャラ的に。んで、ゾロの裏取りと思ったんですけど、とりあえず行こうと。で、結構抜かれちゃってるんで、まあ、とりあえずダッシュ負荷だけつけてから去ろうかなって感じです。まあ、ニカちゃん、ゾロきついんでね。で、離れのよろしく。もうこのニカちゃんちょっとわけわかんないですね。頑張ってくださいと。はい、ダッシュ負荷つけたんで、まあ、好きにしてくださいんやけど。で、終わり際ですね。で、ここ吹き飛ばして、ロジャーが取れるように。で、取り際とかね、狙ってくると思うんで、ここジャストです。はい。で、吹き飛ばして、って思ったら吹き飛ぶんでなくて、で、ここも回避取れなかったんで、もう、ごまかしで吹き飛ばすというね。ああ、よかった。これはビビりましたね。ここ、ジャスト取りたかったんですけど、ここで気絶短縮のメダルが生きていくと。で、ちょっとこれミスりましたね。普通に旗離れて、通常打ったらよかったんですけど、スキルにわけわからんとこ飛んでいくっていうね。で、これどっか、どないかしてなあかんなって思っとるんですけど、とりあえずね、ダッシュ負荷だけつけようかなってイメージで動いてます。はい。で、あとはもうロジャーが握ってくれて、キドラか。キドラが握ってくれって感じです。で、通常とか来るかな思ったら、吹き飛ばした。ジャスト取りたかったんですけどね。で、まあまあ、何かしら絶対してくれろなと思ってるんで、ここジャスト取って。で、キドラが集まってって言って、こっち来て欲しかったんですけど、向こう行って止めに行ったぞ。いやー、怖って思いました。チャンネル登録、高評価、お願いします。1試合目、お願いします。取り終わった思ったら、全然取れてませんでした。どころか、訪れしてました。はい、悲しい。こっち来とるのあれ誰なんやろ？ハックとかかな？なんか、怠慢したいがためにハック来てそうよな。ダッシュ負荷つけたら全く関係ないけどな。俺、怠慢せんでした。ペロスペロンペロンか。ジャスト取れるか？あ、でかい。それはでかいんやけど。ありがとう。あぶねー。じゃあ俺がこれ守らなあかんな。オッケー、耐えてる。アルベル頑張ってな。オッケー、じゃあこれはもういけるか。俺何もせんでいいか。あ、ナイスナイス。で、あ、ダッシュか、間に合わへん。そっちは無理やな。雷、待って、雷、ナイスなんやけど、どないしょ、どないしょ。見えへんな。カウンター構えとったら、それ、異国ね。あ、バジュランガン、エグい、ナイス。ここ砂の中、オッケー、耐えてる。あ、待って。吹き飛ばしとけ。えぐ、工場一人にみんなえぐいって。痛い！全然見てなかった。待って、辛いな。アシュラとかが当たらん距離に離れて。どっちもいとんねん。どっちもいてんねん。
ダウンでいい、ダウンでいい、オッケー、あ、耐えた、ブースト、ブースト来るまで逃げよう、危ない、危ねえぜ、あ、その2個欲しい無理か、ブースト来たらいいでいいや、来たらでいいや、でダッシュ床つけとったら怖くない、あ、ついとやん、いつの間にか吸い取るやん全然見てませんでした、全然見てませんでした、で誰が来る、誰が来る、ニカちゃんね、ニカちゃんね、バーチランガン避けてんけど、一旦一旦打っといて、ジャストって、危ない、危ない、いやそれは無理、ごめんな、でニカちゃんにバーチランガン、そう、オッケー、でかいでかいぞ、ジャストって、うせやん、回避押せてないごめん、耐えろ耐えろ、向こうペロスペロ、え、いけるいける、そっちいける、ダッシュカつけとけ、オッケー、でかい、一旦耐えな、一旦耐えな一旦耐えな、うーん、で待って、砂でいく危ねえぜ、危ねえぜ、結構頑張ってるよ、もう散々動画撮っとったからな、そりゃ喋り慣れてるわね、あ、ナイス、いいね、それ燃焼でいくね、オッケー、でダッシュカ、ニカちゃんまだついとるんやけど、ニカちゃん入ってくれるんやったら耐えかな、耐えかな、オッケー、で、それは足、ジャスト取られるな。ナイスバジュラング。オッケー、いいね。あ、いいね、ナイス、連携だ。で、ゾロは、ダッシュかつけんでいっか。ちょっと、ジャスト取られたら困るしな。オッケー、ナイス。で、ちょっと動画のために攻めるか。ラスト行くか。ナイス、いいね、いいね、いいね。じゃあここ冷静にジャスト取りたいけど、無理やった、全然関係ないとこジャスト取った、耐えたなナイス、いやー結構ダッシュ深刺さったんじゃない、2試合目お願いします、京志郎いるね、頑張ってね、でロジャーが向こうに2体かな、そこのところも頑張っていきましょう、でどうしようかな、どうしようかな、耐えてるね、耐えてるね、いいね、京志郎、そこいけるんや、ナイス、いいね、早いね、工場が一番にそこ行けるのは強いね。で、ちょっと油断してそうやから、油断してそうやから、無敵来る前に、無敵来る前に撃っとけ。あ、行く！お上手な方でして。ありがとう、ありがとう、グッチョベね。で、デアサ、デアサ。おダムドパンクは誰に向いてんの、それ。で、ためよう、ためよう、ゆっくりためよう。で、通常来たらでいいや。待ってよ。怖い怖いシャンクス、これ対応してくれるんか、危ない、ちょっと待って、オッケー、ダッシュ深入った、でもキドロは変わるからな、あ、待って、あ、味方じゃなかった、うわ、味方ラングじゃないやん、一旦吹き飛んどってもろて、これは冷静ジャスト取っていこう、もう一回ため直して、あ、でっか、え、マジで、え、ありがとうございます。ありがとうございます。あともう一回ジャスト取ったら、あれやん。ダッシュかつくやん。え？え、これボット？もしかして。あ、ボットっぽい。え？ボットですわ。ごめんなさい。なんか、それおかしかったよな。ダッシュ？うん。どんどん、どこ。うわ、マジか、ミスター。くそ、回避かよ。通常かと思ってんけ。あ、え、また？ありがとう。それは当たらんな。ジャスト行って。OK、OK。いた。痛い、痛い。吹き飛んどけ。で、取ってま取ってま、いったん。いやー、耐えろ、耐えろ。危ねえ、耐えた。ちょっと待って、ほんまに集中力えぐいんやけども。きついんですか、きついんですか。あー、待って、それはちょっと避けれんかった。ダッシュ深ついとってもろて、一旦ね、一旦ね。でも俺逃げれんよなー。これさ、ダムのパンクとか向くんかなー。通常ジャストって、きつい。もうジャスト取りたくねー。ここやな。あー、きつい。ジャストって。無理無理も、きついって。取り切れ。オッケー。ビスケットか、キドロにジャストと、待って、回避がない、回避がない、あー、積んだー、回避ないもんくっそー、無理やて、そんな、どんだけ集中せなあかんの、それ一本取れる、取れるけどさ、向こう無理よな、く
くわーもう頑張ったってはい、どうだったでしょうか。まあ、ヤソップほんまにダッシュ負荷が強いですよね。で、ジャスト取ってってやってくるとほんまに結構削れちゃうんで、攻撃振らなくてもいいんじゃないかなって感じです。はい、気絶短縮は必須かなって感じですね。はい、ということでヤソップでした。チャンネル登録、高評価お願いします。それではまたねー、ヨッホー。